お待たせ、しゅうやくん。あつしさん、こんにちは。さて、今日はどうするのかしら。いつもの感じでお願いします。いつもの感じね、了解と言いたいところなんだけど、今日ね、私ね、少し冒険したい気分なの。どう？たまには冒険の海へ漕ぎ出してみない？いや、俺はこれで。これでって何よ。これでもそれでもないわよ。なんで守備に入ってんの？全面的に守備力？守備ビ、守備ビ、守備ビビーブなんつって。それじゃダメなのよ。あんたサッカーじゃ攻撃系なんでしょ？はい、フォワードですね。そうそう、それそれ。サッカーにおける攻撃はフォワードね。そのフォワードのワードってところがなんか響きがエロいのよね。そうですか。攻撃といえば攻めよね。攻めとか攻撃とか突入とかそういうのよくもまあぬけぬけと言えるわよね。ドキドキしちゃうの私。言ってません。あら、でも今回は前回から1月と13日今までよりも来るペースが早いような気がするけど、どうかしたの？明日は大事な試合があって、気持ちを高めるためにもピシッとしたいんです。そうなの。じゃあなおさらちょっと冒険しましょうよ。いや、俺は普通で。あら、普通って言ってもあなたの場合かなりのツンツンなんだけど。わかった。じゃあこうしましょう。ちょこっとやって気に入らなければ元に戻しちゃうからね。だったらいいでしょ。あ、テーマはズバリ滝よ。滝？あ、ところで今度の試合の相手はどんなところなの？世界の強豪チームです。親善試合のために日本に来るんです。へえ、つまり今度の相手は世界ってわけ？世界、そうなりますね。こちらへどうぞ。じゃあ世界が相手ってことで、髪型も世界的にしました。はい、できたわ。これがですか？名付けてナイアガラよ。どう？セクシーでしょ。確かにセクシーだ。お前は？しかし炎のエースストライカーもその髪型じゃ様にならんよな。お前、俺のことをサッカーをやっているのか？さあ、どうかな。アツシさん、これはダメだ。違うのを頼む。あら、お気に召さなかった？残念。じゃあわかった、別のイメージ考えてみるわな。さて、アッキーの方は今日はどうしちゃうかしらね。アッキー？じゃ、その呼び方やめろって。俺は同じ感じでいい。この方向で。この方向ってどの方向？ちなみに私の普段の方向は左。あなたどっち？はあ？ちょっと、どこまで言わせんのよこのケタマの。さーて、気を取り直した。冒険的な髪型行かせてくれるんでしょ？いや、俺この髪型気に入ってるんすよ。あら、よく言ったわ。しゅんやくん、ちょっと聞いてよ。もともとこの子ね、髪ボッサボサでやぼったい状態だったので、私がこの冒険的な髪型を提案したってわけ。そうなのか、アッキー。アッキーと呼ぶな。不動明夫だ。不動明夫。アツシさん、そういうの客のプライバシーっすよ。あんた、こんな攻撃的な髪型をしてそんな山のこと言っちゃうの？あ、やべ、感じる。すっごく、すっごく感じる。やめろ、アツシさん。今日の私はね、朝からいい夢見ちゃってテンションマックスなの。そんな時にちょうどあんたたちがイーしてきたわけよ。今日はなんかやばい感じがするな。だな。いらっしゃいませ。あーら、ヘイちゃんじゃない？お久しぶりぶり。お、ヘイちゃん。あれ、ゴ
円寺さんもここなんすか？その髪すごい斬新っすね。まさかお前までとは。そう、A ちゃんの頭も私の作品なのよ。ねえ亀山お前の頭もか。シュウヤ君もアッキーもヘイちゃんも今日来たのはほんとラッキーよーっていうか運のつけっていうか袋のネズミっていうか蛇に睨まれたカエルっていうかとにかく覚悟しててね。あ行くわよ。攻撃的。